みなさんこんにちは幸福前頭佐賀の中嶋徹です今日のテーマはこちら金星佐賀豚はい、えー、今回はですねえー、佐賀大学鍋島キャンパスのすぐ近くにございますファームリンク金星屋に行ってまいりました今日はファームリンク金星屋に来ております アームリンク、金星屋ではですね、えー、金星さか豚というブランド豚のです、ね、直売や、えー、こういった加工品ですね、ソーセージとかのですね、えー、加工品また、えー、定食、金星豚を使ったんカツ定食とかですね、えー、そういったレス,レストランが、えー、ある場所で、えー、ございます。 えー、店舗内はこんな感じでございまして、えーまあ、眺めも良くてですね、えー、ゆっくりとした時間を過ごすことができます、えー、また試させていただきましたこのとんかつ生食でございましたけれども、えーまあ、衣はシャキシャキとしててですね、えー、肉がギュッと詰まってて、えー、大変美味しい、えー、とんかつ生食でございました こちらではランチとしてですね先ほどのんカツやそれから生姜焼きまた金星カレーですねカツカレー等もございますテイクアウトとしてはですねホットドッグフランクフルトこういったものまで用意しておられますぜひですねお立ち寄りいただいて金星酒豚 の味をですすね堪能していいいたただきたいなと思います、えー、さて、えー、先ほどの「ファームリンク金星屋」でございますが、えー、こちらはですね、えー、佐賀県初のこの6次産業ということでですね、えー、非常に注目を集めております、えー、こちらの母体はあ長淵ファームというタラの畜産農家さんなんですけれども、えー、6次産業というのはですね 例えば、えー、農業や水産業などの第一産業がですね、えー、食品加工という2、まあ、次産業をそれから、えー、流通販売という3次産業にもですね業務展開をしている経営形態のことを言います。えー、こちらの中内ファームさんの事例をとってみると、えー、まず母体であります畜産ですね、えーまあ、飼育、豚の飼育をされておられます。 でさらにはです、ね、その豚肉、まあ精肉の加工ですねをあさ,れ、えー、されておりますでさらに、先ほど映像でもありましたようにですね直売店ですねを経営しておられますこちらでは先ほどのレストランまで合わせて経営されているということでですね、まあ えー、非常にこの付加価値として、えー、まず農業のブランド化をされ、えー、それから消費者への直接販売またレストラン経営というですね、まあ、あ六次産業として、えー、本当に、えーまあ、理,想的理想的な形でですね今展開をされておられます、えー、そしてこの長渕ファームさんファームリンクさんはですね、えーまあ、昭和40年、えー、創業をされておられます 安心安全な金星サ豚ブタのブランド豚のですね飼育加工および販売をされておりまして30ヘクタールのですね、まあ、広大な敷地の中にですね飼育頭数1万頭年間出荷頭数が2万頭というですね非常に大規模な農場経営をされておられます。 今ではですね、外国人技能実習生も受け入れておられまして大規模ながらですね、社長をはじめ従業員の皆さんが大家族のようにですね、力を合わせて頑張っておられますそれではこの長渕ファームリンクさんの CM がございますのでそちらをご覧いただきたいと思います またこちらの農場では衛生基準の非常に厳しい農業 HACCP の認証を受けておられますこの農場 HACCP というのはですね畜産農場における衛生管理を向上させるためにですね農場にこの HACCP という考え方を取り入れて 危害、まあ、要因となります微生物とかそれから化学物質、えー、異物とかですねこういったものを防止するための管理ポイントこれを設定して、えー、継続的に監視それから記録これを行うことによって、えー、農場段階でですね危害、えー、要因を、まあ、コントロールすることができるっていう、まあ、この手法のことを言います。 ですので、こういった厳しい基準をクリアしながらですね、今、金星ガブタはですね、多くの方に愛されておられます。はいぜひですね、大地が育んだ極上の味、金星ガブタこちらをご賞味いただきたいなというふうに思います。今日の佐賀一番 TV では、金星ガブタ を特集させていただきました次回お楽しみに